おい、行くよ。すごい、上がすごいね。こっちまで行った。広がってる。ちょっと上見ていきましょうか。そこに橋本橋があるんだよ、ほら、橋本。おいで。なんか、水が少ないね。水少ないね。かなり少ない。ほらほら、カラビちゃん、お水飲みな。泥ないとこがいいね。そう、だから今全然水ないな。そう、すごい。あそこのとこはすごいごちゃごちゃしてたの。水浅い浅い。いっぱい飲んだ。爪はこんなところ。泳ぎたいの？ういちゃんも泳ぎたいの？ういちゃん泥ダメで、泥ダメで。アッティおかげな。おいで。おいちゃん、ほら、あっち来たよ。はい、カリシが来ましたよ。あっちね、足遅くなったね。ほら、頑張れ。やっぱ太ったよ。ここいいぞ。ポテポテポテって感じある。前みたいに軽快に、軽快な足じゃない。ういちゃん、ういちゃん、ほら。自分も食べるね。自分食うなよ。さっきご飯あげたばっかりなんだけどな。どっかね、コケとかないところ行きたいね。はい、おいで。足遅くなったな、お前。いや、川が全般的にやっぱり苔だらけだよ。あっち、こっち、こっち。ダメか。あっちいないとダメか。なんでそんな泥食うのか。お前ずっと連行されてんな。ヘドログイ女。お前ほんと寄生虫とかいるからヘドロ食っちゃダメだからな。汚い。ギャングみたいな顔だって。
いや、ちょっと冷たい。はいよね。ふーちゃん食べちゃダメよ。お前寒ってんじゃん。おい、ダメ、ポンポン痛くなったら困るからだね。ハッピードロップったりしないから。ね。ドロクだね。なんか本当に人形になってる。ダメだ。ドロク女。呼吸吹くの。癖治んないといつまで経っても将来の何のためこのリード生活がダメよ。どうじゃて登れなくて滑ったし、前は結構走ってる感じで、まあでもこうやって毎日散歩してるやつ痩せるでしょ。でも大滝は行きたかったもんね。大滝ね、でも距離的にまだ2キロないからちょっとね運動不足になる。土だからな、海とみんな食べてる。そうだね。川はもういいの？やっぱちょっと水がまだ冷たいかもしれないね。どっち行くかな？まっすぐ。ゆーちゃん。ゆーちゃんもう日もしに行かなきゃ。泥食っちゃうからもう。ドロクイ女。これでお腹壊す。お腹壊すぐらいならいいけど、中心がね、やっぱ一番怖いし。集中ついたら、ね、中で反射しちゃうから。多分ね、夏になれば、けどなくなって、まあ、夏っていうか、梅雨かな。冬になればヘドロなくなっていいと思う。食べない？これは食うだから、そうやってお前口をつけちゃ嫌だ。なんかね、暇があるともう食べちゃうんだよ。口こういう、こういうなもの。困ってる。でも打ち上げがすごいなかなか。前は山だったじゃん。そうだね。すごい、すごい見晴らし良くなって、サイトができてる。電柱も立ててさ。電気も引っ張ったんだ。そうね。やるときは徹底的にやるから。あき。アキがウーちゃんと一緒に歩いてくれないとウーちゃんスキップしちゃうから。おいで。みーちゃんはなんでこんな泥を食うのか。何してんの？何してんの？ここ、ここもちょっと
ペドロあるかな。そうそうそう、おー、いい子だね。そういう深いとこ行ってるとね、安心で。ほら、こちらで。そうそうそう。いや、でも冷たいよ。あら、水。あっち大して拭かない。みーちゃん入念に拭く。よし、体拭いたら行こうか。